2015年7月1日、iPhone に搭載された音声認識アシスタント、Siri に0÷0は、と聞いた回答がひどいと、中国版 Twitter、Weibo で話題になっている。Siri に、中国語で、この質問をすると、返ってくるのは次のような回答だ。0個のクッキーがあって、それを、友達0人で割るとします。クッキーは、一人当たり何個になるでしょうか。ほら、無意味でしょう。クッキーもなければ、友達もいないなんて。これに対して、中国のネットユーザーは、次のような反応を示している。なんか、ひどいな。Siriに泣かされた。友達もいないって。さすがSiri様だ。俺には、クッキーもなければ、友達もいないよ。私も試してみた。言語によってちょっと違うみたいだね。1÷0 の方が怖かったよ。ちなみに、日本語だと、クッキーもなければ、友達もいないなんて、が、結局、クッキーモンスターに全部食べられてしまうんですよ。それに、友達がいないと寂しいですよね、という返事が返ってくる。